あかりでーす。こんにちは。ね、今日可愛くない？ネイルも変えたの。見て、シンプル。尻尾にラメが乗ってるの。細く。で、リボンもつけた。フットも変えた。見て。おちょろいで昨日変えてきたんだ、ネイル。ようやく変えれた。本当にトゥインクミル最高。丁寧で、めちゃめちゃ仕上がりも綺麗なの。可愛い。ということで、今日は何をするかというと、ダーン！アットコスメ購入品紹介！イエーイ！ということで、久しぶりに私アットコスメに行って、コスメを爆買いしてきたの。新規一点、コスメをめちゃめちゃ変えたいと思って、アットコスメのいいところって、いろんなブランドが集結してるから、一気に見れるところだね。バラバラだと大変じゃん、お会計とかも。それで、何円買っちゃったかったか。何円買っちゃったかっていうと、どんどんカゴに入れてったら、10万円ぐらいになりました。11万円ぐらいかな？ 10。やっぱりそれぐらいいっちゃうよね。今回、アットコスメの店員さんにめっちゃ聞いて、店員さんのおすすめを買ったんですよ。でも私、おすすめされないと、最新情報とか、わかんない部分が多いじゃん、新作とか。だから、そしたらその店員さんのアドバイスがすっごい説得力あって、もう全部欲しいと思ったので、全部カゴに入れました。そしたら10万円になっちゃった。で、その店員さんは、お兄さんで、すごい若い方で、すごいもう肌も綺麗で、美男子みたいな感じで、めちゃめちゃ、お美しかったので、お兄さんが選んだもので、お兄さんが選んだやつで大丈夫です。お兄さんのおすすめは何ですか？新作でおすすめありますか？ってめっちゃ聞いて、情報を仕入れて購入したので、間違いないと思う。これは私、お兄さんから聞いたものだから、第二のお兄さんとして、みんなにお話しするっていう感じだから、二次利用。二次利用しております。情報を二次利用。今日の飲み物は、じゃーん。ナッチャティーラテー、ホットー。今日のメイク可愛くない？めっちゃ。メイク動画撮ってたの、それまた載せるから、見てね。今日激漏れしたから、今日の明かり可愛い。まあ、いつも可愛いんだけど。最近なんかいつもコメントしてくれてるおじさんが、可愛いですね。明かり、毎日投稿、偉いね。感じでコメントしてくれるので、なんか癒されてますね。おっちゃんありがとうと思って。これで若かったらごめんなさい。毎回コメントしてくれるマルチュの子とかは覚えてるんですけど、みんなのコメントがあるだけで、ちょっと私頑張れる。え、でね、これ見て、このネックレス。シャネルのネックレスなんだけどね。これそのトゥインクミルのね、オーナーさんがね、誕生日プレゼントにくださったの。やばくない？めっちゃ可愛くない？何者っていうぐらいオーナーさん可愛くて、キラキラ。可愛い。今日のカラコンはシャルムブラン。いただきます。じゃあ紹介していきまーす。まずこれ、トムフォードのビターピーチオードパルファムスプレー。これ香水です。香水はプレゼントでいただくことが多いので、結構香水コレクションいっぱいあるんですけど、最近は私、イブサンローランの香水使ってて、それがみんなにいい香りって言われるんですよ。この間もとある撮影現場で、アールちゃんめっちゃいい匂いするって言ってて、使ってる香水聞いてもいいですかって言われて、イブサンローランの、ちょっと名前忘れちゃった後に載せとくね、イブサンローランのやつなんですけど、それはね、M ちゃんからね、プレゼントでもらったんですよ。ポップアップとかでも、香水何使ってるってすっごい聞かれるの。それを一群としつつ、被ってることも多いので、ちょっと私なりの違う香水をつけてみたいなっていう時もあるじゃん。だから、ちょっと買ってみました。一回これを試しにつけてみて、みんなから、どこの香水使ってるのって聞かれたら、レギュラーメンバー入りにしようかなって思っています。あー、もういい香り。甘くてフレッシュな香りなの。最近見たんですけど、ツイッターかなんかで流れてきた香水の付け方、私手首だと思ってたんですけど、ヴィトンの香水を考える方が、今はもう面積が広い、この手の甲とかの方がいいみたいな。この方が自分も香るし、もうすごい香りが続くみたいな感じで言ってて、とにかく面にかければいいんだと思いました。いっぱい香らせたいからね。これはね、高かったの。2万5、6千円しました。やっぱトムフォードさん高いですから。次は、じゃあまずじゃん。カネボウのクリームインデイ。日中用クリーム、化粧下地。書いてあるんですけど、朝のクリームですね。で、これと、これを買ったの。じゃん。カネボウの新作ファンデーションです。カネボウコンフォートスキンウェアソフトアイボリー AA。これをまず買って、で、その時にカネボウ担当の店員さんと話してて、これ欲しくなっちゃって買いました。これは、アットコスメで多分先行販売みたいな感じで、8月発売ですね。一番明るい色選んだんですけど、これのソフトアイボリー AA も確か新作だった気がします。SPF20PA++ なんですけど、評判が良さそうだったので、恋もしと。スキンケアの延長線で、保湿もしつつ、少しカバーもしてくれるファンデーションみたいな感じでおっしゃってました。こんな感じで。で、これの塗り方は少量でいいみたいで、少量を取って三角ゾーンをやるのではなく、やっぱり忘れちゃった。待って、調べていい？
やっぱ聞いたけど忘れちゃうね。これの前にクリームとして、これがなんかカネボウのクリームは夜用と朝用があるみたいで、この朝のクリームで整えてからこれを使うといいみたいで、この朝のこのクリームもすごい有名なんですよね。気になって買っちゃいました。でもこの新作ファンデーションは結構話題っぽかったので、いろんな YouTuber さんも買ってるなぁと思って、その後々後で知りましたね。で、次。ちょっとこれ日焼け止め、アネッサ。もう日焼け止めなくなったのでアネッサ買いました。次がですね、そう、お兄さんに出会って、最初お兄さんになんかディオールの新作でいいのありますかみたいな感じ聞いたら、ディオールスキンルージュブラッシュ、チークカラー。これがなんかリニューアルみたいな感じでしたみたいで、で、すごいいいですよって言ってて、その中で可愛い色を選びました。これ。使いやすそうなピンク。うん、なんかちょっとピーチっぽい感じで、青みピンク系を持ってるから、ピーチっぽいチーク意外と持ってないなと思って、ピーチっぽいチークを買いました。じゃーん。次。で、このお兄さんが、後々私たちの接客をしてくださるんですね。いや、本当にアットコスメ行っても何をカゴに入れていいかわかんないわと思って。むやみやたらにカゴに入れたくないじゃん。まあ、むやみやたらに入れてた時もあるんですけど、でもやっぱり、なんかおすすめポイントとかを聞いて買った方が、そのおすすめポイントをわかりつつ使えるじゃん。そのおすすめポイントがなかったら、ただ単に自分が一目惚れしたやつってなると、ダメばっかしか目に行かないんだよね。で、そうすると結局、ちゃんと使えてるかもわかんないから、やっぱ誰かのおすすめだったりとか、参考でも聞くだけで、やっぱ購買意欲全然違う。バレンティノ。あ、バレンティノビューティーの、こちら。リップスティック、チークカラー、110A、リキロッソってやつかな。これ超可愛いの色。これはリップにもなるし、チークにもなるんですけど、この色めっちゃ可愛い。グレイッシュなピンクなんですけど、おしゃ色じゃないですか？こうポンポンポンってやって、チークして、私は使いたいなと思いました。こうジュワーっとするチーク。かなり欠品が多かったです。で、この色は奇跡的にあって、すっごい可愛かったので、これ買っちゃいましたで、色可愛くない？ほら、見える？ポテッチャーみたいな感じで買ってみたいなと思いました。塗った後もサラサラだし、ベタつかないし、じんわりチークをしたいから買いました。バレンティノ、初めて買った自分で。いや、そんなことない。自分で買ったことある。うん。で、次、これ。ジバンシーのプリズムリーブルスキンケアリングコレクターブルーフェイスカラー。これブルーを選びました、私。これコントロールカラーなんですけど、大人気すぎてすぐに欠品するみたいな感じで、これは持っとくといいですよ、みたいな感じでおすすめされたんですけど、このブルーはすごいトーンアップ効果がすごくて、気になるところとかだけでもいい、部分使いでいいんだけど、こうやって塗って、からファンデーションとか塗ると、めっちゃ綺麗に肌がトーンアップするの。超白くなるの。これ絶対使おうと思った。超人気。私が遅れてるだけかもね、この知識は。それで次に、最強なベースメイクを作りたいって言って、ベースメイクを今っぽい肌作りにするとかなり漏れるっていうことが、わかる。うん、かなり漏れるんですよ。だから結構ベースメイクはコロコロ変えるんですけど、お兄さんのおすすめなベースメイク知りたいなと思って聞いたんですね。そしたらまず下地はマックって言ってました。なんかね、そのね、聞いた時にね、その、一回考えるじゃん、お兄さん、こうやって。マックです。みたいな。なんかその自信を持ってさ、マックです。って言われて、マックですねって言って、うちそのお兄さんについていくわけ。かっこよすぎ、マジ。ほんと。お兄さんも楽しんでくれたのかな？なんかそうやってめっちゃ買うからさ、お兄さんが言った言葉をさ、一切疑わずにさ、買います買いますみたいな。お前ちゃんと話聞いてるみたいな。お兄さんがいいですって言った時点でもう私はもう買うって決まってるから、お兄さんがもういいって言ったらもうそれはいいから、お兄さんのいいを買いますみたいな感じで全部買いましたね。で、これです。マークのライトフルティンティットプライマー SPF45PA++++++ メイクアップベース。これ、私これ買ったんですけど、その後、マックのイベントに招待していただいてて、そしたらこう手土産をいただいて、その中にこれがありました。だからこれ2個あります、今。これすごいね、メイク崩れ全然しないみたいな感じで、お兄さんが言ってました。すっごい保湿成分あるの。パーンと貼ってくれる感じがあるので、崩れなさそうみたいな。買っちゃいました。お兄さんのおすすめ。で、その次に、ファンデーション。ファンデーションはどれがいいですかねって言ったら、これがなんと意外なの。どこだと思う？お兄さんはもう、あ、引きったファンデ。アンプリチュードです。アンプリチュードに行きました。え？みたいな。アンプリチュード？アンプリチュードのファンデーションなんて考えたこともなかった。想像にもなかった。買っちゃいました。これ。アンプリチュードのロングラスティングリキッドファンデーション。一番明るい00を買いました。SPF22PA++。
っとなんかコクがあって、カバー力がありつつ、なんか、ちょっと調べるね。詐欺ファンデみたいな。塗ってるんだけど、すっぴん肌っぽく見せる。もう元から肌綺麗ですよ、みたいな。逆詐欺ファンデみたいな感じ？逆詐欺？いや、詐欺ファンデみたいな感じな。で、言ってた。そう、そう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 。で、お粉。お粉を聞いたら、僕、お粉オタクで、みたいな。正直、すごいお粉には自信ありますって言われて。そんなのもう、顔に決まってるって感じじゃん。そちらです。ランコムのアブソリューパウダー02。これね、高いんですよ。12,000円ぐらいするんですけど、これ本当にいいですって言ってて、もうレベルが違うみたいな感じでお話ししてました。ちょっとコスメどころでの多分雰囲気と似てるんですね。なんか包み込む感じで、でも、ここだけの話なんですけど、一番そのおすすめ、もう僕がもうすごいなって思ったのが、クレドポーボーテのお粉みたいです。もうダントツって言ってました。ただ、アットコスメにはないみたいで、なので絶対買うと思った。絶対買おうと思うよね。お兄さんはこのパフを塗るときに、こうやってやるんじゃなくて、こうやって当てたの。優しくこう丸くこう押し込むように。で、うわ、超綺麗！パックを貼った感じでさ、毛穴超隠れるみたいな。こうやってやると、ムラができたりとかするので、こうやってこう優しくこう丸くこう押し込むように、こうやって、お兄さんのやり方はそういう風ですごい綺麗につけ、ついてたので、ちょっと次からやってみようと思いました。タカパウダー。タカパウダー。タカパウダーランコム。で、次。これめっちゃ話題らしい。私は知らなかった。ファンデーションが染み込みにくいパフ。これはすぐ売り切れちゃうみたいで、もうアットコスメにあと2個あったんだけど、あるだけでも奇跡ですって言われて、もうこれを求めるために、何店舗も回った方もいるので、これは本当にゲットした方がいいですって言われて、ゲットしました。すごいもちもちふわもち感触、皆さんゲットしてみてはいかがでしょうか。あとはマスカラもおすすめされました。これ新作でタカコの推しマスカラ、これのブラックを買いました。瞳を大きく見せるツヤ役グロッシーブラック、こういう感じでまたちょっと使ってみたいと思います。疲れた、紹介、エネルギー使う。はい。で、次。これね、ガチやばいの。これもう使ったんだけど、これちょっと小分けタイプをちょっと試しに買ってみたんだけど、これは、トリートメントとシャンプーですね。クンダル H&M ヘアトリートメント。クンダルさん。クンダルです。これ、本当におすすめされたの、そのお兄さんに。いや、これ、マジで、アットコスメの店員さんの中でも話題らしくて、もう超サラサラになりますみたいな。トリートメントがマジでやばいです。使ってみたら、どんなゴワゴワだけも、ブワーッってなりますって言われて、これをこの昨日、おとといぐらいに使ったんだけど、もうマジで生き返ったから、すっごいと思って今連続で使ってます。プッシュタイプもあったんですけど、この小分けタイプも旅行に持ってきたいなと思って、めちゃめちゃエクステとも相性が良くて、めっちゃ綺麗になったの。良すぎてやばいから、これぜひね、ゲットしてほしい皆さん。今からでもアットコスメに追加で買いに行きたいっていうぐらい良かった。はい。次。あ、これも、ロージーローザの、これマルチファンデブラシ。これもすごいみたいで、これはリキッドファンデを塗るときに、これをくるくるともうファンデーション塗ったら、くるくるくるっとやるんですけど、これお兄さんの手でやってたときに、これでやったバージョンと、手でこう普通にやったバージョン。あとこれやったときに、ツヤが出るの。これ、超いいブラシ。マジで。リキッドファンデを使う方は、ぜひこれゲットしてほしいなと思いました。めちゃめちゃ綺麗についてた。これもガチでいいですね。お兄さんこうやって。くるくるくるってやってました。ピーピーピーじゃなくて、くるくるくるですよ。え、どう？みんな買いたい気分になった？私、お兄さんの代弁してるから。お兄さんが教えてくれて、それにうちは感動して買ってるからね。もう開けて使っちゃってるわ。ミジャンセンのスタイリングセラムヘアオイルです。韓国の美容師さんとかがもう本当に使ってるみたいで、これってもう一つオレンジ色かな？なんか匂いが二つ違うんですけど、こっちの匂いの方がいいなと思いました。めちゃめちゃ髪の毛からふわりと香るし、髪の毛サラサラになるっていうことで、お兄さんもこれ好きですって言ってましたね。これ今使ってます。韓国ナンバーワンヘアセラムだって。はい。そして、ラスト、お兄さんおすすめこちら。マペペのデタングリングブラシ 3D スーパーフィット。この螺旋状のこれがすごい、通気口になってて、こうね。ドライヤーの時間がすごい短縮されるって言ってました。エクステミンからしたらさ、本当にドライヤーの時間が苦痛で仕方ないからさ、いいの開発したらなぁと思って。あとは、ちょっと買ったやつです。ラカのチーク、706番を買いました。前まで私チーク塗らない派だったのに、チークにはまってしまいまして、やっぱチークがあるとすごい血色感出て、顔にも立体感出て、若々しく見えるので、チークを塗るように最近なりましたね。ローズ系のピンクです。で、あとは、ヌードムーディームースリップ初芋。これジューシーっていうブランドなんだけど、グレートーンの空張りが多くて、見てこれ可愛くない？この芋、初芋だよ。ちょっとこうブラウン系ですね。ふわっとしてます。タツマイモ芋カラー。
自分の唇に芋を育てたいなと思ったらこのリップいかがですか。ラスト。ラストは、ラストもラカのフルーティーグラムティント120番カフェインローズってやつですね。このリップ好きなんだよね、ラカのリップ。イムダンから教えてもらってからラカのリップすごい使うんですけど。これちょっと悩みますね、最後なんで。かわいい。結構バーガンディっぽい。深みのある。お色味濃いリップを塗りたくなるよね、秋。溶けちゃうとさ、少しだけ老けて見えない、私って。だから濃いリップを塗ろうって思いました。はい、以上で10万円分のアットコスメ購入品でした。え、どうね、欲しくなったでしょ。いや、欲しくなっちゃったんじゃない、どれか。いや、私はちょっと頑張ってお兄さんを代弁したよ。それぞれのなんかちょっと推し店員さんっていうかさ、この人のなんか意見参考にしたいっていう店員さんがいたらさ、そのすごいなんか説得力あるしさ、納得して買えるし、なんか全部がウィンウィンだよね。なんか納得して買いたいじゃん。買ってさ、なんか微妙だったなとかあんまり思いたくないっていうかさ、納得した上で買って、なんかやっぱ自分は違ったなと思ったら、それはまた違う知識に合わせれるし、ちょっとこの店員さんと好みが合わないのかなともなるわけじゃん。なんか学びになるからさ、マジ店員さんに聞くの超いいわ。使い方とかもちゃんと聞かなきゃダメだ。だからなんか通販とかよりもやっぱりさ、通販も大事だけど、ちゃんと使用方法を見ようって思った。私店員さんがいるんだったら店員さんに聞こうと思った。せっかくね、作ってくださったコスメたちを上手に使うことができるから、店員さんに聞くのありだなって思いました。ということで、皆さんもアットコスメ行ってみてはいかがですか。秋コスメ買いたくなったんじゃないですか。でも9月にいっぱい新作出るみたいなので、夏終わり秋始めコスメでしたが、私もすっごい大満足して10万円使ったので、大満足した10万円だったらもう全然大丈夫、先生、大丈夫、あ、すいません、あ、すいません。まあしばらくはちょっと買わなくてもいいかなと思ったけど、はい、ということでコスメ欲高まったんじゃない。また明日の動画で、バイバーイ。